おめでとう、間宮さん。私はただの戦士、マミヤよ。ユダの軍勢を食い止めましょう。みんなで村を守るのよ。寄ってたかった。恥ずかしくないの？ユダ様があなたを優勝するなら来るがいい。何を言ってるの？ふざけないで。ユダ様はあなたさえ降伏すれば村には手を出さないとおっしゃっている。それはどういうこと？ユダ様は本当に頭の良いお方よ。私には背負うものがある。負けられないの。噂以上に美しい。マミヤ、俺の女になる。バカなことを言わないで。あなたのものになんか絶対にならない美しくて強い。俺を愛する資格は十分にある。マミヤ、俺と共に来い。お前が言うことを聞けば、村人の命は助けてやる。分かったわ。なんだ？あんたはうちの娘に何を？お父さん、お母さん。
お前らが親か。これで何の未練も残るまい。マミア、なぜ俺に従わぬ。なぜ他の女のように笑みを見せる。早く殺しなさい。私は一生あなたに微笑まない。刻印を押して牢に入れておけ。お父さん、お母さん、村のみんなは今頃。何か起こったのかしら。私にはもう戦いしか残されていない。お父さんのお母さんが作った村を守るために、私は戦う。私はただの戦士、マミアよ。逃げなきゃ、ユダに見つかる前に。どこへ行く、マミア。貴様はすでに俺の女だ。確かに私の心はあなたが傷つける。だからもう捨てたの、以前のマミア。今あなたの目の前にいるのはただの戦士、マミアよ。
待てよお嬢さん、お礼もなしに行こうってのかい。話して。私は行かねばならないの。それに私は女を捨てたわ。あなたにお礼はできない。たく、骨折り損だったな。仕方ない、姉ちゃんの店で一杯やるか。俺はともかく、あいつらにはちゃんと礼を言っておけよ。あの、みんなを救ってくれてありがとう。おう、あんたも災難だったな。だがもう大丈夫だ。ところで、俺は人探しをしていてな。ごめんなさい、私も逃げるのに必死で。そうか、引き止めて悪かった。マミア、どこに行く気だ。剣の兄を追うわ。俺が行こう。お前には村を守る義務がある。剣はユリアの思い出がある限り、お前には。そんなことは分かっています。ならばせめて私はあの人の役に立ちたい。報われなくても。ならば俺も行こう。女一人を戦わせるわけにはいかん。剣は北斗の三男ジャギの元に向かったようだ。その男に会えば何か掴めるかもしれん。レイ、私はただの戦士、マミアよ。レイ、なんだか街が騒がしいわ。うん。お宅はいい、かかってこい。ケンシロウという男を探しているの、知らない？お前ら、あの死神の仲間か。やるな。少しやりすぎちゃったかしら。あの死神がジャギ様を。あのお方の名前を言ってみろ。いや、あのお方はいねえ。俺たちはどうやって生きていきゃいいんだ。あの世で一緒にまた悪の限りを。
どうやら剣はジャギを倒したようだが、来るのが一歩遅かったか。剣、おい、剣はどこに行った？あの男はジャギ様を殺し、二人の兄を探しに行くと。二人の兄、ラオウか敵か。あんたらこの先には行かない方がいい。死にたくなければな。どういうこと？この先は奇跡の村、トキっちゅう男がおるんじゃが、人をデクと呼んで人体実験を行って村を全滅させてしまったんだ。恐ろしい。マミヤ、お前は帰れ。この先は危険だ。でも俺の同門に一人奇妙な奴がいてな。奴は人形を使って北斗神拳の飛行を日々研究していた。だがそのうち人形では飽き足らず、本物の人間を使って新飛行を究明しようとし始めた。俺たちはそいつを止めた。だが奴は騒ぎ立てた。デクによる研究こそが北斗神拳を極める近道なのだと。その男の名はアミラ。今の話からすると、奴がトキになりすましている可能性がある。では私は本当のトキの行方を追います。お互い無事ならば、あの教会付近で落ち合おう。ええ、必ずトキの情報を仕入れてくるわ。全ては思い慕う男のため。そのためなら命を投げ出す。たとえ思いが通じなくても、マミヤ、熱い女だ。マミヤさん、食料なんか積んで。ちょっとメディスンシティまで。あそこに行けば薬が手に入るかもしれない。例の命はあと3日。命を助けてあげることができないのなら、せめて肉体の苦痛を少しでも和らげてあげた。今の私にはそれぐらいのことしか。マミヤさん、私はただの戦士マミヤよ。剣王亡き後、この町は今日より俺様のものだ。町が荒れ果てて、薬は一体どこに？教えて、薬はどこにあるの？いい子にしてたら教えてやる。女だと思って甘く見たのが不運だったわね。
残念だったな。ここには闇で取引されている怪しい薬しかねえ。私はただ薬と食料の交換に来ただけなのに。我が配下を通しておいてよく言うわ。ほんま貴様は死刑だ。闇で売られているの。この食料とその薬を交換してください。このご時世、こいつに救いを求めるやつも多いが、あんた死にたくなったのかね。いいえ。まさか誰か。あんたも可愛い顔してひどいことするね。彼の命はあと3日。でも彼は私のためにまた苦しもうと、もう十分戦ったわ。だから楽にしてあげたい。安心しな。そいつは苦痛なく楽に受ける薬だ。だがその彼はおそらくそいつを飲まないだろう。え、この乱世に女のために死のうとする男、そんなバカが自ら死を選ぶとは思わないね。おっと、もう交換は成立した。返品は効かないぜ。毎度あり。レイ、あなたたちは何のために血や涙を流して。いいえ、泣き言は言っていられない。彼らが作った平和を守る、それが残された私たちの使命。また野党が村に。アイリさん、みんなに武器を取るように伝えて、剣やレイの思い必ず守ってみせる。私はただの戦士、マミヤよ。男たちが築いた平和は守ってみせる。
女だからって甘く見ないことね。マミヤさんは今まで私たちを守ってくれた。今度は私たちが助ければいいよ。アイリさん、ありがとう。甘く見たのが不運だったわね。彼らは天帝に従えと言っていた。天帝とは一体？剣王ラオウに代わる新たな秩序でしょうか。それとも剣やレイがいてくれれば。うん、私が弱気になったらみんなも不安になる。マミヤさん、一人で背負い込まないで。
頼りないかもしれないけど、私もいる、みんなもいる。あなたは一人じゃないのよ。強くなったわね、アイリさん。レイに見せてあげたいわ。兄さんが驚く顔が目に浮かぶわ。どうしたんだ、アイリって。あなたはよく来てくれたわね。よう、元気そうだな。天帝とは何者なの？さあな。俺は組織のことなんて興味がねえ。金さえもらえりゃそれでいいんだ。俺の女のためにな。それはあの時あなたが探していた母親？いや、あいつは死んだ。あんたも大事な奴を失ったが、あんたあの時より綺麗になったが、ちょっと悲しいんだよ、顔つきがさ。マミヤさんは私の兄を、なんと水長剣のレイの魂を守ってくれています。レイ？おお、あんたがあいつが探してた妹さんか。それでいつの間に奴とマミヤが恋仲に？今だから言うが、ユダの町からあんたを救えたのはあの男のおかげさ。レイが飛び込んでくれたからこそ、俺たちは自由に動くことができたんだ。人の縁ってのは不思議なもんだな。アミヤさん、また天帝軍が村に迫っています。わかったわ、すぐ行きます。アイン、あなたは？俺は賞金首になるのはごめんだ。こっそり助けてやるよ。私はただの戦士、マミヤよ。アインは味方をしてくれるみたい。でも敵は本格的な軍隊。勝てるかしら。私には背負うものがある。負けられないの。強くて優しい女だ。お前の男は幸せだろうな。この野郎、やってくれるじゃねえか。天帝軍、雰囲気が剣王軍に似ている。またあの恐怖の時代が来るというの。アイルさん、不安にならないで。どんな時代になっても前を向いて生きるの。残された私たちが絶望に沈んでは、剣やレイに怒られちゃうわ。マミヤさん、ごめんなさい。すぐに落ち込むのは私の悪い癖ね。寄ってたかった。徹底、前に来た野党みたいな人たちも仲間なの？ヤスクラのことだ。奴らは取るに足らぬ連中だが、総督の息子。奴らの命令は天帝の命令。故に俺はファルコと共に従うのみ。女と思って甘く見ないことね。
って甘く見ないことね。ゾルベス、その力。少しやりすぎちゃったかしら。あなたは帝都の将軍。天帝とは一体何者なの。この世を治め唯一北斗なんとの世に君臨する太極拳天帝に服従せよ。さあ滅すのみ。行くのね。悪いな、女を待たせてるんでね。それにあんた気丈を装ってるが、やっぱり悲しいんだよ。顔がいい女の悲しい顔を見てるとこっちも目いっちまうからな。あい、大事なものを失った女の顔ってのはこの世で一番悲しいな。やっぱりこれがいる男は殺しちゃダメだ。あなたも生きてね、これのために。そうだ、やっぱあんたには笑顔が似合うぜ。
と。気配を感づかれるとは、こりゃ用心棒としては不合格かな、マミヤさん。あなたはもしかしてバット？ちょっとマミヤさん、苦しい。よく生きていて。この村は変わらないな。相変わらず花は咲き、水は豊富、そしてみんな笑ってる。マミヤさん、あんたはやっぱりすげえよ。ありがとう。でもこの平穏も今崩れようとしているわ。よし、マミヤさん、俺も加勢する。奴らを追っ払おう。俺とリン、そしてマミヤさんの思い出が詰まった村、蹂躙されてたまるかってんだ。私はただの戦士マミヤよ。バット、覆面なんかしてどうしたの？悪い、こっちにもいろいろ都合が。ちゃんと戦うから気にしないでくれ。は？あなたたちまた来たの？そんなに女に飢えているのかしら。本当は良い。北斗の反逆者を渡してもらおう。女と思って甘く見ないことね。には背負うものがある。負けられないの。よよ、よ、と思って甘く見たのが不運だったわね。北斗の軍が天帝に背く。その資料がこの村に入ったと聞く。すぐに引き渡すのに、渡さねば村ごと消滅させるのみ。北斗の軍、まさかバット？よっよっ、
って甘く見ないことね。説明してもらおうかしら。ごめんよ、マミヤさん。俺、実は賞金首になっちまったんだ。これは北斗七星の旗？マミヤさん、俺は今凛と一緒に天帝軍と戦ってる。北斗の軍として、俺は剣に少しでも近づきたいんだ。だから剣のように悪い奴らから弱い人々を守りたい。あのいたずらっ子がたくましく成長したわね。マミヤさんも随分女らしくなっちゃって。凛は今でも剣のことを。でも俺はそれでもいい。あいつのために死に、あいつの心の中で生きたいんだ。バット、あなたの思い通じるといいわね。さあね。でもあんたの心にも霊は残っているんだろ。やっぱりあなたに凛ちゃんはもったいないわね。でも安心して、あなたの思いが凛ちゃんに通じなかった時はあなたを殺してあげるから。リンちゃんの心の中で存分に生きてくださいね。ちょっとマミヤさん、それはあんまりじゃない。